ウィー芹沢です。 PS5 のアップデートによって SSD の増設が可能になりました。対応するのは M2 サイズで PCI Express 4.0 対応の NVMe SSD です。 PS5 で使える NVMe SSD はたくさん存在するのですが、製品によって速度が異なります。 PS5 で使用した場合、ゲームの起動時間は本体内蔵のストレージと比べてどれくらい変わるのか、どれが一番早いのかテストしてみました。ソニーによると PS5 で使える SSD は PCI Express 4.0 対応であることに加えて、読み出し速度 5500MB/秒 以上を推奨、容量が 250GB から 4TB とされています。ヒートシンクの搭載も必須で、その高さは SSD の基板から 8mm までと決められています。現在は PS5 対応ヒートシンク付きの SSD や単体のヒートシンクも発売されているので、合わせてチェックしておくといいでしょう。これが PS5 対応のヒートシンクです。価格は1000円から1500円程度のものが多いです。ヒートシンクの高さが基板から 8mm 以内に抑えられているのが分かります。 SSD の増設手順を簡単に紹介しましょう。天板の隅を持ち上げて底面側の方に引っ張ります。ソニーのビデオだと簡単にやってますが、意外に硬いです。本体カバーを外すとアクセスできる SSD のスロットカバーを外します。SSD をスロットに取り付けます。そしてその逆側を付属のネジで固定していきます。あとはスロットのカバーと本体のカバーを元に戻します。SSD を取り付けて PS5 を起動すると SSD の初期化画面が表示されます。あとは画面の指示に従って初期化を完了させるとゲームのインストールが可能になります。今回比較図製品を簡単に紹介しましょう。いずれも性能を重視した高性能モデルです。 CFD 販売の PG4VNZ コントローラーは Python の E18 で、難度はマイクロンの98層 3DTLC、 高消シーケンシャルリードは 7000MB/秒 です。今回する製品の中では現在最も安価に手に入ります。マイクロンのクルーシャル P5+ コントローラーは自社製で、難度も自社製の176層 3DTLC と最新鋭、高消シーケンシャルリードは 6600MB/秒 です。コストパフォーマンスに優れる製品です。サムスンの SSD980 Pro コントローラーはサムスンエルピスで、8ナノプロセス製造が特徴です。難度は同社の128層 3DTLC 第6世代 V 難度、高消シーケンシャルリードは 7000MB/秒 です。シーゲートの FIRECUDA 530SSD コントローラーは Python の E18 で、難度はマイクロン176層 3DTLC と強力、高消シーケンシャルリードは 7300MB/秒、 今回最速です。ウエスタンデジタルの WD ブラック SN850NVME コントローラー何度とも自社製で、高消シーケンシャルリードは 7000MB/秒、 自宅 PC 用としても PS5 用としても人気のモデルです。それでは PS5 に各製品を組み合わせた際の速度の測定結果を確認していきましょう。容量はいずれの製品も 1TB です。まずは SSD フォーマット時に表示される読み込みテストから。 PS5 内蔵 SSD との速度の違いが気になるところですが、このテストでは内蔵 SSD を測定することはできません。テストの結果は CFD 販売の PG4VNZ とシーゲートの FIRECUDA530、 ウエスタンデジタルの WD ブラック
SN850 の3製品が優秀で、マイクロンクルーシャル P5 プラスとサムスンの SSD980 プロはそれらよりやや低い数値となりました。しかし5製品すべてが PS5 推奨の 5500MB 秒をクリアしています。ここからはゲームの起動時間を確認していきます。まずはラチェット&クランクパラレルトラブル。 PS5 のメニューからゲームを開始し、タイトル画面が表示されるまでの時間を測定しています。すべての製品が内蔵 SSD の起動時間より早くなりました。 CFD 販売の PG4、VNZ 以外の4製品は8秒台前半と内蔵 SSD より2秒以上の短縮を実現しています。続いてゴースト・オブ・ツシマディレクターズカット。同じく PS5 のメニューからゲームを開始し、タイトル画面のメニューが表示されるまでの時間を測定しています。これもラチェット&クランクと同じ傾向です。すべて内蔵 SSD より起動が高速化。 P5 プラス、980プロ、ファイヤークーダ530、WD ブラック SN850 は約2秒も短縮しています。次はリターナル。 PS5 のメニューからゲームを開始し、ムービーが表示されるまでの時間を測定しています。すべて内蔵 SSD より高速化していますが、どれも1秒以下しか変わりません。誤差レベルと言って良いでしょう。ゲームによってはほとんど差が出ない場合もあるようです。ゲーム起動テストに使用した3本のゲーム合計 153.7GB を内蔵 SSD から増設した SSD に移動するのにかかった時間も測定しました。ゲームの起動時間では遅れを取った CFD の PG4VNZ がトップになっており、ゲームの起動と連続した書き込みの性能が必ずしも一致しないことが分かります。製品によって速度差があることは分かったと思います。基本スペックが高い SSD ほどゲームの起動時間も短くなる傾向にありますが、今回の製品ならばどれも実用上問題ありません。速度に加えて価格やヒートシンクの有無で選択するといいでしょう。2021年12月27日発売のドスVパワーレポート2022年冬号ではさらに製品数を増やした結果も掲載いたします。気になる人はそちらもチェックしてみてください。それでは SSD 増設で良い PS5 ライフを送ってください。